森下智之は日本の野球選手、野球指導者。御殿場西高等学校事務職員、野球部監督。静岡県立浜松商業高等学校野球部監督、日本大学三島高等学校野球部監督、徳派学園菊川高等学校野球部監督などを歴任した。静岡県立浜松商業高等学校の野球部では首相を務め、 第50回選抜高等学校野球大会にて優勝を果たした。その後、中部電力での社会人野球の選手を経て、静岡県立浜松商業高等学校、日本大学三島高等学校、徳派学園菊川高等学校にて野球部の指導を担当した。特に徳派学園菊川高等学校においては、いわゆる 甲子園の大会で一度も勝利したことがなかった同校を強豪校となるまでに育て上げ、第79回選抜高等学校野球大会での優勝に導いた。なお、いわゆる甲子園の大会において、史上19人目となる選手と監督双方での優勝経験者となったことでも知られている。このように野球指導者として多くの功績を挙げながらも、 一方ではそのキャリアに影響を与えるようなトラブルも多かった。監督を務めた野球部では数々の不祥事が続発し、自身も女性に対して性的嫌がらせを行っていたことが発覚したため、一時は禁止を余儀なくされていた。さらに、第98回全国高等学校野球選手権大会の地方予選大会で優勝したにもかかわらず、 その翌日に突如監督を辞任すると発表し、全国大会では指揮を取らないと表明した。だが、日本高等学校野球連盟から問題視されたため、一転して発言を撤回し、全国大会までは指揮を取ることになった。1961年生まれ、静岡県立浜松商業高等学校に進学した。同校ではセカンドとして野球部に在籍し、 首相も務めた。1978年の第50回選抜高等学校野球大会においては、決勝戦で福井県立福井商業高等学校を破り、優勝を果たした。なお、静岡県立浜松商業高等学校が、いわゆる甲子園の大会で優勝を飾ったのは、この時が初めてである。静岡県立浜松商業高等学校を卒業後、 中部電力に入社した。中部電力においても、社会人野球の選手として引き続きプレーした。2007年4月4日、静岡県菊川市での第79回選抜高等学校野球大会優勝、パレードにて1981年、母校である静岡県立浜松商業高等学校にて野球部のコーチに就任した。その後、野球部の副部長に承認した。 1984年には第66回全国高等学校野球選手権大会の地方予選大会で優勝したが全国大会においては今まで監督と部長を兼務していた上村俊正に代わって監督となり引き続き部長を務める上村と共に揃って甲子園の地を踏んだいわゆる甲子園の大会では監督や部長はベンチ入りできるが 副部長のベンチ入りは禁じられているため、森下にもベンチ入りさせてやろうと配慮した上村の苦肉の策である。なお、野球部の部長は教員に限られており、教育職員免許状を持たない森下は部長になれないため、いわゆる甲子園の大会で森下がベンチ入りするには監督になるほかないという事情もあった。さらに1989年には、 日本大学三島高等学校にて野球部の監督に就任した。同年の第71回全国高等学校野球選手権大会においては日本大学三島高等学校を全国大会出場に導いた。なお、日本大学三島高等学校がいわゆる甲子園の大会に出場したのはこの時が初めてである。2002年、恩師である 磯部修造に招聘され、徳派学園菊川高等学校にて野球部のコーチに就任した。なお、同校では教員としてではなく事務職員として勤務していた。2006年、磯部の公認として監督に承認した。2007年の第79回選抜高等学校野球大会においては、決勝戦で大垣日本大学高等学校を破り、 徳コハ学園キック川高等学校を初優勝に導いた。しかし、2008年の報道により、2006年から2007年にかけて性的嫌がらせを行っていたことが明るみに出た。その結果、徳コハ学園キック川高等学校から禁慎処分を受けることになり、野球部の部長であったスキアシンが公認の監督となった。佐野が率いた野球部は、 第90回全国高等学校野球選手権記念大会に出場を果たし、準決勝まで勝ち進んだ。しかし、わずか1年で同行の野球部の監督に復帰することになり、佐野は再び部長に戻った。2016年には、第98回全国高等学校野球選手権大会の地方予選大会で優勝し、 全国大会への出場を決めたが、地方予選大会優勝翌日の午前になって、突如監督を辞任すると発表した。しかし、日本高等学校野球連盟から地方予選大会で指揮を取った監督が、全国大会直前に辞任するのは、教育的、道義的に問題だと指摘され、監督残留を説得された。その結果、辞任表明した当日夕方に緊急会見を開き、 一転して発言を撤回し、全国大会までは指揮を取ると表明した。なお、全国大会終了後は、五天場西高等学校にて野球部の監督に就任する予定であるとされた。その後、徳派学園菊川高等学校が全国大会の初戦で敗退したため、同年8月21日付で同校を退職し、同年8月22日付で、 五天場西高等学校の事務職員になることが発表された。なお、五天場西高等学校においては、同年8月30日より野球部の指導にあたり、監督に就任する予定だとされた。また、徳派学園菊川高等学校では、公認の監督はしばらく選任せず、副部長の高橋かずが、監督代行に就任することになった。後に、 高橋が公認の監督に就任することが正式に決定した。2006年12月、取材に来た毎日新聞社の記者に対して、次はクリスマスイブの日にホテルを取ってから取材に来てよと、要求した上で、野球部のクリスマスパーティーがあるから、それに出て、その後二人で抜け出そうなどと発言した。驚いた記者は、業務都合で無理だと再三断った上で、 自分にはすでに恋人がいると重ねて説明した。しかし、記者から何度断られても、静岡の男は俺に決まりだ、もう一度俺に恋をさせてくれ、仕事なんかいいじゃないか、などと必要に要求した。さらに、記者を飲食店やカラオケに誘い出して、記者に対して腕を組んだり手を握ったりという行為に及び、記者から拒まれても、恥ずかしがりやだな、などと発言していた。 困った記者は、毎日新聞社静岡支局の支局長に相談したが、支局長は森下に近寄らずに取材する、よう指示するにとどめたため、記者はその後も常派学園菊川高等学校の担当を続けることになった。しかし、森下の関係者までもが、記者に対して、ちゃんと女性の武器を使って、監督の近くに行って取材しなさいなどと要求するに、至った。 この記者は2007年に倒れ、一週間点滴を必要とする状態となった。さらに記者は、うつと診断され、同年8月より休職に追い込まれた。この事態を受け、同年8月に学校側から事情聴取を受けることになったため、森下は不快な思いをさせたとしたら、大変申し訳ないと、初めて謝罪した。その結果、校長が、 毎日新聞社静岡市局長に対して謝罪する騒ぎとなった。翌年、週刊、文春が同行における不祥事の情報をつかみ、学校職員や野球部員らによる性的嫌がらせと、共に森下の一連の行為も報じられることになった。しかし、2007年8月時点で大変申し訳ないと謝罪していたにもかかわらず、2008年の同志の取材に対して、 森下は、休職されたということは、校長から聞いていますが、原因は思い当たらない。出席で一緒になることはあったと思うが、手を握ったり、セクハラしたことなど、一切ありませんなどと嘘吹いていた。また、日本高等学校野球連盟参事の田辺和弘は、聞いていないと述べ、同校から、そのような報告はなかったとしている。その上で、田辺は、報道内容について、 事実じゃなければ名誉毀損じゃないですかと指摘した。しかし、同志の報道内容を全国紙が紙面で取り上げるなど大きな話題となったことから日本高等学校野球連盟が静岡県高等学校野球連盟に対して調査を指示する事態となった。同年5月13日には静岡県高野連の理事長、不祥事発生当時の校長及び 同年5月時の校長が呼び出され、日本公野連による事情聴取が行われた。校長らは事実関係を認め、日本公野連に対して謝罪した。その後の記者会見にて、校長は森下の一連の行為について、セクハラと取られても仕方がないと説明し、事実関係を認めた。その上で、校長は女性記者に不快な思いをさせたのは事実。 大変申し訳ないと発言し、公の場で初めて謝罪した。その結果、森下には同行より謹慎処分が下されることになった。なお、日本公野連会長である脇村春夫から学校サイドの謹慎処分を了承したとの説明があり、同行側の処分を認めるとともに、同連盟からは追加処分は行わないことが発表された。 2016年7月27日、森下が率いる、床葉学園菊川高等学校野球部は、第98回全国高等学校野球選手権大会の地方予選大会の一つである、静岡大会にて優勝を果たし、全国大会出場の権利を勝ち取った。しかし、その翌日午前、監督を同年7月末日で辞任すると突如発表したことから、 大きな混乱を招いた。もともと、静岡大会前には、すでに7月末日の辞任を決意していたが、野球部に伝えたのは、静岡大会優勝翌日の7月28日午前になってからであった。そのため、辞任すると突然聞かされた選手は、強い衝撃を受け、中には泣き出す者も参見された。なお、辞任理由については、自身と妻の体調不良を、及び、 静岡県東部の自宅に戻りたいことなどを挙げていた。しかし、7月28日午後になると、日本高等学校野球連盟から、県、全国と続く一つの大会中での交代は、教育的にも、道義的にも認められないと指摘され、監督残留を説得されるなど、連盟を巻き込む騒動となった。その結果、7月28日夕方に緊急会見を開き、 まずは選手にお詫びをしたいと謝罪した上で、7月末日での辞任は撤回し、全国大会までは指揮を取ると表明した。ありがとうございます。